どうも、のりことです。先日このエクスペリア Z3 コンパクト購入したんですけれども、その購入した理由の一つが PS4 とのリモートプレイ。これがしてみたくて買ったのが一つの理由になってます。ということで早速ね、リモートプレイ試してみたいと思います。で、これですね。コントローラーにスマホを固定する、コントローラーのスマホホルダー。これ買ってみましたので、これをつけてやってみたいと思います。コントローラーに設置。こんな感じかな？できましたよ。で、ここにスマホを固定するのか。結構いいね。Android アプリのリモートプレイを入れて、コントローラーを接続か。接続中。お、リモートプレイで接続しました。コントローラーは？コントローラー聞いてないね。シェアボタンと PS ボタンを同時押し。登録完了。できたね。お、できたね。ちょっとゲームやってみますか。グランドセフトオート。お、すごいね。普通にいい感じだね。これもちろんこのテレビの前じゃなくてもできるわけでしょ。ちょっと部屋移動してみようかな。隣の部屋でも。いや、でもすごいね。面白いね。コントローラーとの接続も PS4 との接続もすごく簡単で、普通に PS4 のゲームがスマホの画面で楽しめる。面白いですね。家族がテレビ見ててゲームができないっていう時にね、使えそうですね。外でもできるみたいなんですけどね、まあ試してないんですけど、なかなかいい感じでした。ゲームの音声も全く問題ない感じで、一個気になったのがコントローラーの接続がね、一度エクスペリアと接続してしまうと、プレステ4ともう一度再度接続する際に USB ケーブルで改めて接続し直さないといけないというね。逆にプレステ4で接続するとまたね、ペアリング設定し直さなきゃいけないので、そこがちょっとね、めんどくさいかなという感じですけれども、思った以上にリモートプレイ快適にね、プレイすることができました。ということで PS4 とエクスペリアのリモートプレイを試してみました。エクスペリアとPS4 持ってる方ぜひ試してみてください。 YouTube登録してね。